信虎様はご追放の根が、根が親方様はご危篤にござります。海へ向けて出立する。信玄が死し、四郎勝頼にござる。この虎のような素早き、わしの戦術が必要なのじゃ。国が乱れねばよいが。武田の家を滅ぼしてはならぬ。ほう、勝頼には軍略などないようじゃ。今こそこの借りを返す時じゃ。信玄はもはやこの世にはおらぬ。わしの望みはただ一つ、信太三郎義満公以来の武田家を残すことじゃ。